俺明日とうとうさ生まれて初めての脱毛に行ってくるんだけどさ、どうしよう、なんか死ぬほど痛いって聞いたんだけど。でもヒゲ剃りしなくていいの楽だ。俺ヒゲ抜くの好きでさ、でもヒゲ抜くとさ脱毛できなくなるって言ったから、ここ数ヶ月はあのヒゲ抜かないようにしたんだよ。抜いちゃってるともう毛根自体が今いないから、その脱毛の意味がなくなるって言われて、まあ、脱毛の意味なくなるのはやばいなって思って。顎の整地顎の整地おじさん、顎整地するの楽しかったんだよな。だから整地好きなのかないやヒゲね、なんか生やして似合う人と似合わない人いるじゃん。ヒゲめっちゃ似合う人いるじゃん。俺ヒゲめっちゃ似合わない人だから、ヒゲ生やさない方がいいんだよマジで。あのなんかコロナ禍の時にさ、ヒゲ一気に抜こうと思ってさ、ヒゲを蓄えたことがあったんだけど、もう完全に俺ヤンガスになるからさ、なんか俺の中のイメージだとマジダンディーななんかおじさまになりたくてやってるんだけど、なんかねヒゲのかっこいい生え方する人とさ、そうじゃない人いるけど、俺はなんかもう完全にかっこよく生えない感じの、なんかマジなんか本当に山賊みたいな生え方するからさ、似合う人と似合わない人いるんだよな。でもなんか基本的にさ、女の人ってさ、俺女の子にモテたくて生きてるんだけどさ、実はこれあんまり言ったことないんだけど、できる限り可愛い女の子にモテたく生きてるんだけどさ、女の子って絶対毛ない方が好きじゃん。女の子絶対毛なんかない方がモテる論者だからさ、女の子が言ってた、毛なんかなければない方がいいみたいな。毛がないと嫌、へー、毛がないと嫌派。でも絶対さ、毛がないと嫌派の方がマイノリティな気がするんだけど、どう。いやそんなめちゃくちゃ全部毛をなくすわけではないけど、まあここはまあ剃ってるしいらんだろみたいなところはどうにかしたいよね。ない方がいいのは若い世代な気がする。あった方がいい、へー、そうなんだ。俺もう女の子って全人類が毛なんかなければない方がいい論者だと思ってた、ほぼ。あとこれすごい悲しい話していいですか。多分ですけど、毛があった方が好きよ派閥の女の人、俺のこと好きじゃないと思う多分毛なんかあった方がいいんだよって言ってくれる派閥の女の人でに俺はモテない。腕毛は本当にいらない。ほら毛アンチの人もいるじゃん、ちゃんと。